アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。祈りを捧げたか。赤コーナーから出陣の島田です。中心を取るのが青遠藤、その周りをくるり回ってくる、そして左のミドルキック連打、それに対して右ストレート一発は遠藤です。とにかく島田といえば攻撃の鋭さ、手数が揃っています。このミドルキックですよね。そうですね。膝、この後ぴょんぴょん飛び跳ねるステップが特徴的ですよね。今も対角線の蹴り、左から右流れるように繰り出すことができるんですよ ね。これだけ動いてたらなかなか蹴るの難しいかなと思うんですけど、はい、ひょいひょい蹴りが飛び出すというか、これも島田選手の特徴ですよね。クラッシュは3戦目負けのないリングです。昨年は林翔太戦、その時があの右ミドルキックで KO とかがあったんですよね。KO 勝ちを奪うことができるミドルキック、そして速いローキックは打ち下ろす、さらに救うような攻撃、バリエーションがあります。遠藤の方は1月4日クラッシュ5で立ち技デビューを果たしています。あの総合格闘技の経験は数多くある選手ですよね、はい、あのただその前回のクラッシュの時にはですね、結構こう総合の選手が立ち技に出るとパンチを振り回して掴んだ、はい、戦う選手が多いんですけど、遠藤選手は蹴りに対してパンチを返したり、まあ、カウンターを取ったりと、そのすごく立ち技のルールにも慣れているというか対応できているところがあったので、今回も島田選手は強敵だと思うんですけど、はい、そういうところを出していけば勝つチャンスも出てくるんじゃないかなと思いますね。パワーがあります。あの宮田俊二戦ですよね、はい、2対0判定勝利は右ストレート、そして膝が特に良かった。ただ島田選手がすごくうまく戦っているというか、はい、ステップで距離を取ってくるところに左のミドルとロー、本当にこう総合の選手に対するこう攻め方の定石通りというか、はい、その戦い方をここまでは続けているんじゃないかなと思いますね。やっぱりこう蹴りのカットと足へのダメージというのは総合の選手はどうしても慣れてないところがあるので、はい、そうですね。中村さん、そのローキックへの対処、はい、今後も課題かなという、そうですね、遠藤に対してのお話ありましたね。頭をつけていく、そこのボディに膝、総合の選手がいたんですけど、島田選手首相撲でもうまく勝ってましたね。そうですね、はい、はい、身長で勝る島田、それを生かしてくる、うん、ここもフック系のパンチを振り回す遠藤、しかし決して無謀だという感じではないですよね。そうですね、右フック左、さらに前蹴り、器用な一面を見せてきます。それに対してローキック、技が豊富です。島田翔太、第1ラウンド終了です。K-1 甲子園で優勝できないまま卒業してしまって、はい、これでプロっていうので、はい、やっぱりこう気持ちの中でもなんか残ったものがあると思うので、まあ、こういうこうプロの本格的なプロ1戦目が今日だと思うので、はい、そこでそういうこう鬱憤も晴らしてこういいスタートを切りたいんじゃないですかね。そうですね、リスタートというところですよね、はい、第2ラウンドです。左下から突き上げる青いグローブ、遠藤の細かいパンチ、あ、やはり大振りにはなりませんね。やっぱ距離が詰まった時のコンパクトなパンチは遠藤選手うまいので、はい、そういう攻防に持っていきたいですよね、うん、こういうローとミドルを蹴られている間はパンチも当たらないですから、ここです。突き押しがあってからのパンチ、速い動きでかわしていく島田、左のグローブをこうくるくると回して時に動かして、そうですね、触覚の役割を果たしているようです。多分自分の中で独特のリズムとかこう間の取り方が多分あるんでしょうね。あ、そうですよね、はいはい、そしてやはりローキック、そして前蹴り、蹴り技が強い、そこに右のストレート、遠藤この距離は怖いか。パンチに関してはやっぱり遠藤選手の方がちょっと上な感じもしますね、はい、まあ、これこうしっかりと引いて、はい、ローを蹴られてそのダメージが出る前にパンチでこうそれ以上のダメージを与えておきたいところじゃないですかね、そうなんですよね。
前回の試合も 1,2 ラウンドパンチで押してて3ラウンドからローが効いてちょっと挽回されたっていう試合展開だったので、はい、スタミナという面でもまた訂正はしてきているはずですけれどもね、はい、そういう経験が今回の試合で出るかどうかというのは、はい、ちょっともしかしたら勝敗を分けるかもしれないですね。前回までは62キログラムリミットという戦いが主でした島田、それに対して今回は63キロ契約の戦いです。今左フック効いたんじゃないですかね。取れましたか。はい、遠藤選手の右ストレートで体が伸びたところにまたパンチを返しを食らってしまったので、はい、セコンドからは翔太郎を聞いているよという声。右のインロー動じない遠藤ですが、手数はちょっと減りましたかね。そうですね。右の様々な角度から打ち込んできますね。はい、本当にあの左振ってそこから右ローっていう、まあ、キックのお手本みたいな戦い方ですよね、はい、さらに左右ハイキック、そしてその後ミドルキックから飛び膝蹴り、違った武器をポンポンポンと放つことができます。島田選手あれだけこう左右パンチと蹴り振ってるのにバランス崩さないのはすごいですよね、はいはい、ほとんど転ばないというか、もう成長分も明らかですよね、はい、あと10秒離れていく相手にも右ロー右フックをかぶせる遠藤、左ミドルキックの打ち合い、ここで第2ラウンド終了です。パンチで一応展開さえ作れればチャンスは増えてくると思いますね。なるほど。第3ラウンドハイキックから入った島田、もつれますもつれます。ここは早めのブレイク回ります。決して真後ろには下がりませんよね。そうですね、常にこうぐるぐる回って、はい、あの自分があんまりこう狭いところには行かないようにしてますよね。スペースを有効に使います。そしてスペースをこう作るのもうまいですね。そうですね、はい、実戦慣れというかこうただ練習してるだけじゃなかなかわからないことだと思いますね、はい、実際リングに立ってみてわかることだと思うので、バックブロー、ちょっと顔面が今下がりましたかね。遠藤、ね、こういう攻撃もあるんだと思わせるだけでも相手のディフェンスもまた気が散りますから、はい、大いなる撹乱になりますね、はい、かと思えばストレートから右、膝もまた高いですね。そうですね、あの本当にここで来るかっていうところからポンって膝が上がってくるんで、はい、バックスピンキック、そして前蹴り、リードジャブも伸びてくる、ムチのようにしなってくる。遠藤とは違うタイプの違う質のパンチですよね。そうですね、本当にこうなんかしなる感じですよね、パンチも蹴りも、はい、あとやっぱりこの左の前蹴りが結構いいんじゃないかなと思います、ね、あの遠藤選手が距離が詰められなくなりますから、はい、蹴るだけでストッピングプラス威力ですね、はい、そしてそこからの右ストレートだったりこのそこからのミドルだったりもどんどん入ってくるので、はい、その前蹴りを起点に攻撃を組み立てていくと島田選手はもっと攻撃が当たってくるんじゃないですか、ね、そうですね。残り1分10秒ミドルからのストレート、右のパンチが伸びてくる島田、お島田の鼻血が見えます。そこにアッパー遠藤、遠藤はこうなってくると何か狙ってますかね。そうですね、ちょっと2ラウンドに比べるとパンチの展開になる場面が少ないので、もうちょっとミドル受けてそこにパンチ合わせるってそういう頭に切り替えてるのかもしれないですね、はい、もうトモセルはその肉を切らせて、そうですね、骨を断つ攻撃、はい、一撃の強さにかけてくるか。遠藤地力はあります。それに対してスピード、そしてキレ、手数の多さ、技の豊富さ、島田翔太スタミナ面での不安はないようです。大丈夫です。出血がある、呼吸はしづらいんですが、ここはスイッチしての攻撃、左からそして右に戻す、右ストレート、いやこの段階に来ても様々に揺さぶりをかけてきますね。飛び膝、左ミドルが良かったのでもっと左ミドル蹴ってもいいかなと思うんですけど、あ、なるほど。遠藤のパンチ、そこに左ハイ、
最後に放ちました島田翔太です。戦いが終わっています。勝敗は判定によって決まる。そして倒れることはありませんでした遠藤。判定です。ジャッジ大阪30対29、赤島田、1人目島田。ジャッジ野口30対30ドロー。お、2人目はドローです。ジャッジ加藤30対30ドロー。3人目もドローということは第4ラウンド延長戦に入ります。4ラウンド目は何で倒すかっていうのをちょっと考えて戦えばもっと大きな差になっていくんじゃないですかね。なるほど。ラウンド4、ラスト、これがラストラウンドとコールされています。ラウンド4延長戦に入っています。逆に遠藤選手はもうあのこのラウンドが最後なのであまりこう待たずにどんどん仕掛けていって、はい、乱打戦に持ち込んだ方がいいんじゃないですかね。そうですね、はい、後手に回ると決していけない相手ですよね。そうですね、特にこう蹴りを使う選手に下がったりするとバンバン蹴られてしまうので、はい、そういう状況を作らさないようにするのが遠藤選手に必要なことだと思いますね。さあ今の至近距離のパンチなどは遠藤の時間と言えましょう、はい、蹴りも見えてきたがバックブロー島田、これがあります。さらに右の前蹴り、下がりながらのパンチは遠藤です。遠藤27歳、島田18歳。島田の右がうなるしなるパンチ、それに対して強いストレートにフックは遠藤。さあ最初の1分が過ぎました。この延長戦どんな印象ですか。ここまでは五分五分じゃないですかね。遠藤選手もうまくパンチ打たせてそこに合わせてこう距離を詰めて自分の前にしているので、はい、こういう場面がどんどん多くなれば遠藤選手も倒すチャンスが増えると思いますから、あのなんといっても左のフックから右ストレート、これが立ち技プロ2戦目というのは、そうですね、はい、それは驚きですよ、はい、もう完全にそれを忘れてましたね。そうですね、はい、忘れさせましたね、はい、遠藤がフェイントからの右、スピードでは島田、リーチコンパスでは島田、技の豊富さでは島田。ちょっと島田選手パンチ打った時のディフェンスが甘いというか、結構打ち終わりを狙われて何とか顔面にもらっているので、はい、これはちょっと危ないですよね。それが鼻血という結果になったようですね、はいはい、ちょっと読まれてきたか。ただ蹴りがいいので、はい、他ももっとバン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 蹴り続ければいいかなと思うんですけど、はい、あ今の右ローなどですね、はい、左のミドルと右のローがいいんで、パンチのトレーニングももちろん重ねてきましたから、それで勝利を得たいという戦いぶりなんでしょうか。やっぱり練習でやったことってどうしても出したくなるものなので、あのそれで倒したいっていうところはあるかもしれないですけど、はい、バックスピンキック、しかしながら苦しい局面になっています島田。逆に遠藤選手はしっかり島田選手の攻撃を受けて、はい、それに対するカウンターと返しのパンチっていうのを当ててるので、あの逆に遠藤選手のペースにもちょっとなりつつあるんじゃないですかね、そうですね、その距離の取り合いの中でヒントをつかみつつあります、はい、右ミドル、そうです、このミドルですよね。そうですね、これまでつなげられれば最後島田選手は攻勢になると思うんですけど、はい、あーガードを壊そうという遠藤のパンチ、近いところ島田もパンチです。ただ他も気迫で前に出ていってますよね島田選手。さらに右ミドル、右ストレート、これをジャッジがどう判断するかという延長ラウンドでした。顔面真っ赤に染めています島田。シーソーゲームの様相を各局面で繰り返しました。ジャッジ大阪10対9、赤島田、1人目島田、2人目同様、三者とも10対9、延長戦にもつれた戦い、遠藤大輔を振り切りました島田翔太。